1965年のアリューシャン地震あるいはラット諸島地震は、協定世界時1965年2月4日5時1分、アリューシャン列島のラット諸島近海を震源として発生した地震。マグニチュードは8.7で、シェメアジまで10メートルを超える津波を観測したが、被害は非常に小さかった。アリューシャン列島は火山島の連なる島庫であり、太平洋プレートが 北アメリカプレートの下へ潜り込むことによって生じたものである。このプレート境界、アリューシャン海溝ではこれまで多くの巨大地震が発生している。アラスカの地質構造と地震の分布予震の分布からこの地震はプレート境界に沿った長さ6 0 0トルの断層破壊によるものと考えられている。エネルギー放出の形態は プレート境界面に沿った三つのアスペリティの存在を示唆しており、それぞれのアスペリティがエネルギーを放出している。津波モデルも上側のプレート内部の三つの構造的ブロックと関連づけると、この地震が3回のサブイベントからなるという説を補強する。本震から2ヶ月近く後にマグニチュード7.6の地震が発生し、小規模な津波を発生させた。これは、 余震ではなく、沈み込むプレート内内で発生した、正断層型の地震で、本震より前に発生した地震に誘発されたもので、ある。津波の最大素状高は、シェミア島で10.7メートル、アムチトカ島で2.0メートル、アッツ島で1.6メートル、ハワイのカウアイ島北部で1.1メートル、ペルー、エクアドル、メキシコ、カリフォルニア、 日本、ロシア東部でも津波が観測された。津波はアムチと加藤に1万ドル相当の被害をもたらした。アッツ島とシェミア島では被害はより小さく、地震により道に亀裂が走った程度だった。ありがとうございます。